タン最高、そう、ももたん最高の定型文のその隣についてる絵文字が好きなんですよ。こういう絵文字わかる、言いたいこと。そのさ、横についてる絵文字が好きです。最近知った、そんな絵文字があるってこと。おはよう、来てくれてありがとうございます。コン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 、はい、このワンコワン、ありがとうございます。それ、おいくら。あー、おいくら、あー、おくら、あ、おいくら、それ、おくらになってない、おくらになってないから2点なってないもん。だってさ、おいくらでしょ。ほら、おくらじゃないよ。なっちゃん、ありがとうございます。厳しいどうって。いちご、ありがとうございます。朝から厳しい、ももたんだってね。前髪切りました、切ってません、ちょっと丸めたぐらいです。丸めた、アイロンでくるんってやったらいい感じにしました。お、いくら、え、だからオクラじゃないって、それオクラの服がオクラ入り。おお、すごいすごいすごい、89点。1分前に目が覚めました、水くれてありがとうございます。オクラを食べるともうオクラクラする。あー、42点。ダジャレハマってますね。バレてはしょうがない。もう大好きかたん、ありがとうございます。オクラをくらい買いました。あ、朝からダジャレ大会。もうたんの家にオクラを送らなきゃ、オクラを送らなきゃ。はっ、うまい、92点。タコさん、ありがとうございます。今日いつもと髪型ちょっと違う。嘘嘘でしょ、どこが違う。え、なになに、なんか違う。なに、昨日の夜から髪切ったみたいな。え、全然だよ。なになになに、あ、昨日の夜はクルリンパが入ってました。今日はただピッて。今日チョコミントの日らしいだって。でもチョコミント食べれないか無理。一瞬で終わった。はい、終了。チョコミント食べれんもん。学校行くときは髪を束ねてるのね。はい、そうです。俺もね、チョコミントは食べれない。なんか、じゃ、言い方悪いかもしれないんですけども、あのチョコミントのなんかイメージは歯磨き粉にチョコを混ぜたとしか思えないんですよ。嫌いの、嫌いっていうか、なんかスースーしちゃうのね、わかる。なんかわかる。わかる。なんかパパはチョコミントめっちゃ好きなんですけど、ももにはちょっとチョコミントの美味しさがよくわかんない。ねえねえ、テスト帰ってきた。おお、一番ちょっといけないとこつついてきましたね。セブンのサイバーカスギのチョコミント食べてみて。え、パパが食べて美味しいって。でももはあんまりなんかちょっとスースーしてた。テストはあのなんか思ってた点数と違ったみたいな。なんかあの補体と国語とあの数学校ほんと100点レベルで自信あったんだけど、なんかちょっと全然違った。そう、なんかちょっともう思ってた点数と違った。察しました。なんかあ、まあ、英語はまあ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 もともとそんな感じなんですけど、
音楽はまだ帰ってきてない。音楽だけもう今希望を持ってるから、音楽はまだ帰ってきてないんですけど、来週の月曜日かな。あと家庭科と音楽なんですけど、まあ、家庭科はちょっと自信なくて、音楽だけあと希望を持てます。いつもやんじゃあでももうちょっとさあると思ったの。でもなんかちょっと予想と違った。そう、勉強できなかった技術が心配。え、でも勉強できなかったら、まあ、点数いってないからあれなんですけど、別に勉強しなくても技術は英語より良かったんです英語が一番悪くて、技術はノー勉でも英語よりは良かったです。英語よりはだからね、だってもうたんだしその通り。数学100点の予想じゃなかった。なんかちょっと違った技術はなんかプログラミングの図みたいなのがもう謎にかけたのなんか授業で一回やったんですよ、プログラミングの絵みたいなやつ。それでなんかカップ麺を作る時の工程みたいな、お湯を入れる、待つ、食べるみたいな、そういう図を描くのがあって、それでなんか横の図と同じように描いたらなんか合ってたそう、なんかそこだけ1問3点とかで、なんかよくわかんないけど合ってた何ですよ、よくわかんない、もう何が起こったのかよくわかんないんだけど、そう、フローチャートってやつ、そう、なんかプログラミング学習の絵を描こうイエーイみたいなやつ写すのは得意だもんね写してないよ、ちゃんとそれっぽく描いた。先生がやっぱそうなの、ありがとう。そう、モータはそれをシーケンス、ふんでももう一個出てよ、なんかフローチャートってやつで、なんかエアコンをつける時の操作法みたいな、それは難しかった、なんか意味わからなかった。人が感じてエアコンも感じて、なんか人が感じる、エアコンが感じる、リモコンを操作する、エアコンが設定するみたいな、ちょっとよくわからなかった。なんか知らない言葉とかさあったカップ麺の作り方はまず蓋を開ける、お湯を沸かす、お湯を入れる、待つ、食べるモーダンの説明も全く分かんないなんで本人が分かってないの。そんな問題あるの？あるから言ってんの粉末スープ入れなきゃ入れないやつもあるじゃん。エアコンスイッチを入れる、エアコンが働く、部屋が暖かくなる、そんなんじゃなかったの。そう、エアコンの下り、最後にもうたん風邪をひくねやめてよお腹減る、太る、朝起きる、ブログか見る、ブログ見る、モリモリ見えるする、ありがとうございます混ぜるが抜けてる、でもそんなんじゃなかった。その時の授業寝てたから起きてたって、多分そう。でもやっぱりなんか今まだ2年生なんですよ。そう、まだ2年生しょうがないねみたいな3年生になったらもう本気でテストは本当に頑張ろうと思います。全部90点だイエーイみたいなってなろうと思います。3年生になったら、まだ今は2年生だから違うの、3年生になったら頑張ればいいの。だから3年生は受験生なんですよ。
だからあの受験の半年前ぐらいにやるのでなく、もう4月からあの受験生として勉強すればいいと思うんです。だから2年生は最後の最後まで遊ぶ。はい、以上。そう、だから来年はあの本気出して全部90点、イエーイフーフーみたいな。その自信はどこから来る。そう、3年生になったらたくさん勉強しなきゃいけないと思うから、2年生のうちにたくさん遊ぶの。そうだよ、2年生のうちにたくさん遊んどいて、3年生になったらよしちょっと頑張るかみたいな。明日から痩せると同じか。違うよ。今までは本気でないと、いや結構本気だったけどね。あと少しで、でもね、まだあと1ヶ月、あー1ヶ月ちょっとしかない、やばえ。まあでもまだね、はい、ギリギリまで、3月31日まで。先生、平野さんがこんなこと言ってます。いいんです、今はまだ2年生だから。もうあと1ヶ月の命や。そうですね、志望校とか決めてんの、まあ、なんとなく。でもなんかちょっと今回のテスト的にあのねえちょっとあれ、うん、なんか頑張ろうって思いました。そう、ずっと2年生だな。カラスが呆れてる。今日カラスいないよ。泣いてないやん。思ったら昭和終わってますよ。知ってるって。昭和の時期知らないし。志望できる高校はあったのか分かんないよ。自分がもうが勝手に来たいって思ってるだけ。高校諦めて、なんで今泣いた。嘘さあ、あんたクラスで何番目なの。え、分かんない。クラスで何番目とかまだ分かんない。制服で選んでます。バレてしまって仕方がない。もう制服が可愛いところに行きたいです。そんな選べる権利が果たして平野選手にあるのでしょうか。次回お楽しみに。もうだ、頭の回転早いのになんでテストダメだ。え、頭の回転早い。ピピピピ。バカバカって聞こえた。聞こえてないよ。もうだ、天才って言ってるから、カラス語で。肩が破れてる制服ないでしょ。昨日の夜スタさんのインスタライブ見た。え、ね、そうなんか朝起きたらさ、なんかスタさんがさ、あのなんかインスタライブしましたみたいなツイートしてて、それでインスタのなんかアーカイブのところ見たら本当になんかあって、でもアーカイブで見れるから嬉しい。ない時あるじゃん、アーカイブ。いつやってた、本当にいつ、もう全然知らなかった。いつどこで何時何分にやってた。遅く、え、なんママは12時ぐらい寝ましたよ。え、何時にやってた、知らんかった、あれ。あれ11時半ぐらいかな。うっそー、もう食ってたよ、その時。全然気づかなかった。へー、全然気づかなかった。
なので時間があるときアーカイブで見まーす。ということでテロップ出します。じゃん、645日、ありがとうございます。昨日のももの学校の出来事、じゃんじゃんじゃん。昨日はあの学校で3年生を送る会の練習があったんですよ。まだ2年生だから今日めっちゃちょ何強調する2年生でもはなんか先生になんかひな壇何段に登るか分かんなくなっちゃって、ひな壇に並んで生徒がみんな2年生全員並んでひな壇に4段ぐらいあるうちのところに並んで歌うんですけど、ひな壇って名前が出てこなくて、めっちゃめちゃしっかり先生船壇もう何番に登ればいいですかって言っちゃって、あの間違えて先生にひな壇ねって言われたというちょっと恥ずかしいエピソード。どうもありがとうございます。めちゃめちゃしっかり船壇って言っちゃった船壇何番目ですか船壇とはですよね。もも思ってよ、先生も困りますでもさ先生もよくさ船壇でひな壇になったと思わねももの なっちゃんありがとうございます。もはあのひな壇の2段目でしたなんかどこに登るか忘れちゃって、先生船壇この子ボケてるのでなんかそういう間違いは人間多少はあるみたいなよく言いますもんね。645日ありがとうございます。ということでそろそろランキングを読んでいこうと思います。13位のあわたの方ありがとうございます。学校でもツッコミ待ちなのか、別に待ってないし普通に言葉発してるから12のマシュマロの上にカピバラが乗ってるアバターの方ありがとうございます。今からお仕事行ってきます、気合われてください。じゃあ今日のお仕事はちょっとおしゃれをしていきましょう。はい、口紅塗ります。はい、ブニュブニュブニュ以上11のここで一発のアバターの方ありがとうございます。わざとボケた、ボケないよわざと、恥ずかしいな。注意のののがきさんのアバターの方ありがとうございます。気合いの入れ方9位、なんで嫌になるののももたろのアバターの方ありがとうございます。8位の生まれたのアバターの方ありがとうございます。ラッキーセブンのぴょんちゃんが一丁前に野球するアブダの方、カキー、ああ、あ、ホームランになりそう、ホームランになりそう、あー誰かが取っちゃった、アウトちょっと長い試合でしたね。6位てんてんのふいちゃんのアバターの方ありがとうございます。ちょっと変わったね。11位ここで一発のアバターの方、12位このアバターの方、11位の生まれたのアバターの方ありがとうございます。10位野々垣さんのアバターの方、9位桃太郎のアバターの方、8位ぴょんちゃんの一丁前のアバターの方ありがとうございます。誰かが取るんかい、はい、ラッキー7の生まれたのアバターの方ありがとうございます。6位てんてんのふいちゃんのアバターの方ありがとうございます。5位のうさちゃんが人参かじったアバターの方ありがとうございます。4位のアバターの方ありがとうございます。マリアの方おはようございます、来てくれてありがとうございます。3位の生ま
れたのぶたのくてありがとうございます。ハートありがとうございます。2位のまれたのぶたのくてありがとうございます。それでは今日の1位、パン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 、チキ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 ジャン、今日の1位はの生まれたのぶたのくてありがとうございます。それではせーの、 LOVE の生まれたのぶたのくてありがとうございます。それではいきまーす。尺は終了。次、雲之助の尺に参りたいと思います。多分今日ちょうど2週間、1週間、え、明日かな、明日だね、多分明日、じゃ昨日は今日だと思ってたんですけど、多分明日に土曜日ぐらいでちょうど多分1週間なので、それではいきます。多分昨日からあんま変わってないと思う。でこっからさ水が出てくるの、なんかさ水がさ入りすぎて、はい、こんな感じですね。相変わらずまあ昨日と同じ同様大きいですねそう、2週間ですね、2週間経った、まあ、約2週間だからこれが。そう、もう一個なんかこれ比べないと分かんないじゃん、最初のバージョンと。だからもう一個最初のバージョンをと明日比べようと思いますので、乞うご期待多分昨日から何も変わってないと思う。持ち方じゃあどうやって持てばいいのって、あ、やばれちゃった。はい、こんな感じです。まだ買ったんかい、バランスを当てようかなということで、星村ゲストもありがとうございます。2500人の方見てくれてありがとうございます。今日の大富豪は7時25分から7時40分までやります。ももは大富豪です。再生戦よろしくお願いします。うんのすけもやるよなんてね。ということで、朝から見てくれてありがとうございます。うんのすけ注入、ピピピピピうんのすけの元気をピッピッピッポーピッピッピッポーということで二人したいと思いますありがとうございます新しい注入、それでは二人したいと二人したいと思います。左手出して右手出して、せーの、二人ありがとうございました。バイバーイ。大富豪25分からよろしくお願いします。バイバイ。